よう、マムから話は聞いてるぜ。女連れでチャンピオンになってると、今度は女も留守中に夜遊びとはな。は？残るなって。どうせマムにケツでも叩かれたんだろう。ま、確かに兄ちゃんはなんつうか腕っぷしは強いんだろうが、どうにもな。この機会に一発の男としていろいろと経験を積んどくのも悪くねえだろう。守りたい女がいるならなおさらだ。ちょうどあんたにぴったりの話がある。どうだ、乗ってみるか。ただの暇つぶしだ。その息その息、頑張ってこいよ。なんでもや、頑張ってこいよ。なんでもや、頑張ってこいよ。なんでもや。クラウド君、ようこそエクササイズジムダンダンダン。トレーナーの G なんだ。突然で申し訳ないんだけど、うちの会員と一勝負お願いしたくてね。本気ですかボス。こんなピヨピヨ君、一瞬でむしり潰しちまいやっせ。やる前から決めつけるのは良くないな。じゃあクラウド君、準備ができたら声をかけてくれ。勝負する気になってくれたかい？ふん、干からびた中スタンクのごとき筋肉で俺に挑むとは、後悔するなよピヨピヨ君。無駄口を叩かない。勝負の方法はこのジム伝統のスクワット対決だよ。じゃ早速始めるよ。泣きべそかくなよ。素晴らしい。いい感じだね。その調子だよ。このまま続けていこう。美しいフォームだ。素晴らしい。いい感じだね。その調子だよ。このまま続けていこう。美しいフォームだ。素晴らしいね。その調子だよ。いい感じだね。素晴らしいね。このまま続けていく。その調子だよ。美しいフォームだ。このまま続けていく。その調子だよ。素晴らしい。いい感じだね。素晴らしい。美しいフォームだ。その調子だよ。このまま続けて。美しいフォーム。いい感じだ。その調子だよ。素晴らしい。このまま続けて。いい感じだ。その調子だ。美しいフォーム。いい感じ。その調子だ。素晴らしい。このまま続けて。その調子だ。素晴らしい。美しいフォーム。いい感じだね。どうってことない。貧弱な筋肉しか持たぬピヨピヨに。筋肉は量じゃなくて質だ。ではそうやって見た目で人を判断する、その慢心が君たちの弱さでありクラウド君に負けた理由だ。この子たちの目を覚ましてくれてありがとう。巻き込んですまなかったねクラウド君。君はもうこのジムにとって兄弟も同然だ。体を動かしたくなった時はいつでも遊びに来て、一緒に素晴らしい肉体と精神を手に入れよう。うわー、解放の喜びはその先にある。いらっしゃいませ。何かお探しの商品？ん？ああ、あんたが例の何でも屋か。
頼みたいのはあれだ。居酒屋で飲んだくれてるうちの親父を連れ戻してほしくてね。すぐそこの酔いどれって店にいるからよろしくな。親父が仕事をしてくれないと店も困るんだよ。早く連れ戻してくれ。クラウドさん、サムさんから話は聞きました。ティファを助けるためウォールマーケットについて勉強中なんですよね。ここはこの町の先輩である俺にドーンと任せてください。さあ、まずは依頼をこなしてみましょう。酔いどれはこっちです。酔いどれ、酔いどれ。ちげえさ、ここは日々の疲れを酒で洗い流す憩いの場、酔いどれです。常連さんが多い店ですから、入るときはそんなずかずかと。大人の世界にはいろいろとしきたりがあって、あんたが親父だな。ああ、わしの息子はこんなアホ面だったか。あ、アホ面だと。とにかく俺と一緒に店に帰ってもらうぜ。いやじゃ、わしはもうダメなんじゃ。そんなこと言うなよ親父、俺力になるからさ。おお、本当か息子よ。実はマテリア屋の店主に賭けで負けての、わしの大切なインスピレーションを奪われてしまったんだよ。インスピレーション、あれが帰ってこない限り店に戻る意味はない。わかった、なんだかよくわかんないけど、そのインスピレーションってやつを取り返してくればいいんだな。待ってろよ親父。ほら、お前も行かんかい。わしはもうおしまいだ。食べ始めたら止まらない。おいしさが加速する。じゃけ、何、怪しい匂いがプンプンするぜ。魔術じみたこの感じはまさに。ちょ、置いてかないで。これがマテリアや。なんだあんたたち。うん、服屋の親父のインスピレーションを返してもらおうか。インスピ、ああ、あれのことか。でもあれは俺の戦利品だぜ。ただで返すわけないだろ。な、何？でもそうだな、頼みを聞いてくれるなら考えないでもない。な、なんだよ。兄さんたちを男と見込んでの頼みだ。うん、宿屋の自販機で買ってきてほしいものがある。あれだよ、あれ。宿屋、自販機、あれか。あれって？野暮なこと聞くなよ。んじゃ、よろしくな。自販機のあれ、見破るのはこの俺だ。感じる、感じるぜ、危険な夜の気配を。秘密の領域、いざ参らん。お兄さん、できることならティファと来たかったっすね。あった、この自販機ですよ。パッと見は普通の自販機だが、しかし教えてあげましょう。いいですか、この手の自販機には
秘密のボタンがあるんです。どこに？それは秘密ですから。これまでの知識や経験を総動員してこうズバババッと心の目で見破るんですよ。あれ、やめちゃうんですか？まあ一応俺はここで見張っときます。さあズバババッと見破っちゃってください。俺を誰だと思っている？このくらい簡単に見破れる。おお、自信ありっすね。あれってただのこれ？ほらほら、まだ秘密のボタンは残ってますよ。おお、あれってなるほど。いよいよ最後のボタン。これは早く早くしまってください。こんなとこ見られたら。おお、大当たり、スペシャルおまけだよ。ビビ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 ビッと。とにかくあれはゲットしたんで、早いとこマテリア屋に戻りましょう。みんなが俺を見てチャンピオンってこんな気分なんだな。クラウドさん、早く早く。さあさあ、お待ちかねっすよ。そうね。俺たちの戦利品、ババーンと。おお、持ってたぜ。さあさあ、クラウドさん、あれを。これを。おお、マジか。すげえな、兄さん。おお。こんなの初めて見た。このくらいどうってことない。いやー、恐れ入ったぜ。見かけによらず経験豊富だったみたいだな。まあな。くぅ、さすがチャンピオン、憧れます。さてと、約束の物だが。悪い、実はもうここにはないんだ。はあ？だから悪かったって。今は確か定食屋の親父が持ってるはずだ。でもまあないなら仕方ない。急ぎましょう、クラウドさん。さてと、やる気も出てきたし、マテリアも磨いてやんなきゃな。ほら、用が済んだなら出てけって。定食屋、定食屋。腹減った。あっちの路地裏からも美味しそうな匂いが。いやいや、今は定食屋、定食屋。一括銀行の経営待ち合わせ場所がこのはずだけど。今日のメニューは焼肉定食に刺身定食。ああ、おすすめも捨てがたいな。ああ、どの定食にすべきだ。俺ってこんな時すぐに決められないんだよな。待ってくださいよ、まだ何頼むか決めてなくて。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。なあなあ、あんたマテリア屋から例の物預かってんだろ。マテリア屋？なあ、あれのことか。兄ちゃんたちも物好きだね。そんなことより、あんたら料理は得意か？いや、全く。最近なんか料理の味がぼやけてんだよな。なあ、兄ちゃん、原因は何だと思う？火力か電気か冷蔵温度あたりだとは思うんだけどよ。なんだよ、ケチくせえな。決めたい。あんたらにアドバイスする気がねえって言うんなら、こっちもブツの情報は渡さねえ。え？
ちょっと待ってくれよ。原因なんだろう。お？アドバイスをくれる気になったかい？考えられるとしたら、なんだ？よし、原因は火力が足りないだ。お、兄ちゃん炎にうるさい口か？どれ、試しに火加減を変えてみるか。おお、とんでもない火力だぜ、こりゃ。えい、お待ちと。いただきます。原因は食材の鮮度、ちゃんと冷蔵できてないんじゃねえの？おう、兄ちゃん、冷気にうるさい口か？どれ、冷蔵庫の設定温度を見直してみるか。鮮度ピチピチ、これは文句なしの食材だぜ。えい、お待ちと。いただきます。原因は漏電とか、あちこちボロボロだし怪しいぜ。おう、兄ちゃん、イカズチ、いや、電気にうるさい口か？にしても漏電って怖いこと言うなよ。一応点検しとくか。奮発して最新機器に総入れ替えだ。これで怖いものなしよ。えい、お待ちと。いただきます。腹が重い。だめ、こぼれる。料理人冥利に尽きるね。あんたには感謝してもしきれないよ。これお礼と薬や商品クーポン、彼に薬でも買ってあげて。薬屋はどこだ？道を開けてくれ。マテリア屋から預かったものは改善できるとすりゃ、あとは調味料か。この前ウータイから取り寄せたスパイスはどこにしまったっけな。ああ、薬屋が先か。トロットロにとろける。おい、店の前で倒れないでくれよ。営業妨害だ。あんた、こいつの連れか。まあね。お、あんたクーポンを持ってるのか。とにかく中へ入ってくれ。ったく、今日はやけに病人が多いな。こいつ以外にもいるのか。ああ、薬の注文が立て続けに入ってね。ちょうど配達に出るところだったんだが。気持ち悪い。こいつを置いていくわけにもいかないしな。そうだ、あんた代わりに薬を届けてきてくれないか。その格好、軍人さんかなんかだろう。治療の経験もそこそこあるんじゃないかと思ってさ。他に頼めるやつもいないしな。気が変わったらまた声をかけてくれ。薬はデリケートな代物だからな、治療の経験者以外には頼めないんだ。相応の礼はする。頼むよ。助かるよ。そうだな、あんたに任せられそうなのはこの薬を届けてくれ。3人分だ。依頼主はその辺りで倒れてるはずだ。症状を見て合う薬を渡してくれ。この町の路地は入り組んでるからな。
手もみ屋の裏手にも細い道があるんだけど、慣れてないと見つけにくいかもな。死ぬ前に一度くらいディファート。どうせならあの時、ミツバチの館で。